じゃあメールテーマは今後とも、最も嫁にしたいキャラクターというのを募集しようと思います。そんなテーマだったっけ。そうよ。ケドウィンさんは？僕はやっぱ今一番ブーム来てんのはやっぱりあのアイマスのミリオンライブのですね、あイクちゃん可愛いですよね。中田ニクちゃんだ。はい、ウルコドラクもイクイク反応するあれだ。え、そこなんですか？ちえちゃんは？まあ、ちえちゃんももちろん可愛いんですけど、まあまあ、あんまり聞きたくないんですけど、ちなみにおいくつのキャラなんですか？中田ニクちゃん、10歳スオーももこちゃん、10歳11歳かな、うん、でしたね。うん、みんなちょっと生意気で可愛いんですよね。はい。嫁にしたい、まあ、俺も箱田キセリカちゃん12歳をプロデュースしてるからな。ところで、ここに今、あの、貯金箱が置いてありましてね、うるず内に。これは今日考えて、ドリコン積み立て貯金っていうのを、しようかと。積み立てたお金が、じゃあ、満杯になったとしようや。満杯になったとしよう。どうすんだ、うん、満杯になったら、なんかこう、世の中の幼女たちを救う団体とかに向けてる。そんな団体聞いたことねえよ、あの、我々が立ち上げる逆に、この積み立て貯金。男児も入れてあげてくださいよ。あれ長おじさんっていう名前。あれ長おじさん。あれ長おじさんの名前で勤務しましょうよ。個人に置いとくかと、そう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 。一時期アニメキャラが置いてくの流行ったからな。ありました、ありました。マスクかぶっていきましょう。バカだー、本当に賃貸がマスクよりっていうね。だったら、お旅行発言するたびに100円くらい入れていくっていう。うん、ああ、満杯になる頃にはどうなってんのかな。ふざけんなよ、本当によ。え、で、なんでイクちゃん好きなんですか？前杉田さんがちょっと伺ったんですけども、まあそのね、あの、長の方も、そのイクちゃんに似てるぐらいちっちゃい方が。あ、原島さんですか？はい、原島さん。僕はあの、シンフォギアって現場行ったら、はい、いまして、なんか、ゆうきさんが、わーって言ったんですよ。え、なんでかなと思ったら、自分より小さい子が、いたって。本当にちっちゃいんですよね。でちっちゃいくせに、入り口の重いドアを開け閉めしたがるんですよ。はい、ああ、いい方だ。律儀だから、青鬼プロの人って。それで、いやいや、子供の手を煩わせるわけにはいかないって思ったら、成人はしてますって言われて。で、原島さんに、世の中には原島さんみたいなのを、狙う、ヘドウィンっていう妖怪がいるから気をつけてね。風評被害やめてください。合法を超えた合法っすね。そしたら、ゆうきさんと瀬戸さんが、ってうなずいてる。撃たれた！ケドウィンさん、完全に危険人物として認識されてる。いやいや、これから仕事があるんですからね、あの瀬戸さんたちともね。